皆さんおはようございます。そっけいじです。こう並んでるとね、幼児番組かみたいな。<laughs> ロンドジャン・バンレールの片手バーの説明、やっと行きたいと思います。それでは、どうぞ。それでは解説したいと思います。ジミノはよろしいでしょうか。 いつものアロンジェです。これプレファレーションだね。で、そして5番プレイにしました。骨盤の位置大丈夫かなで、そしてかかとを押します。前の足の指、特に親指を蹴りながらピルエット1回回ります。で、そして手と足を一緒に横に出します。ロンドジャンバーンレールは90度です。45度ではありません。なので45度以上足が上がっているということは骨盤は傾いていいんだからね。うん、ずらすん、ずらすんじゃないよ。傾いていいんだからね。さあ、そして今、フェッテ回ったでしょ これ難しいんですよ。32回ね、ごまかしてね、真ん中でフェッ回るなんかよっぽど難しいからやってみてください、ぜひ。で、そして、手と足を同時に伸ばす。で、そして、足クロスしたら内転筋ハムストリングチェックしてね。で、そして次パッセします。デブロッペするんですが、ね、60度以上足が上がったらっていう話したよね、前ね。なので、今は90度。で、そしてさらに90度以上足上がる。さあ、 アートバレーインテンシブでイタリアンフェッテのコツを教えてくださいって言った子うさあ、ここ見てね。前、横、後ろ。これがイタリアンフェッテの基本となるものだと思ってください。なので、この練習してなかったらイタリアンフェッテできません <laughs> なので、テクニックは、 基本があればテクニックできるはずなのね。なのでバーレッスンを省いちゃって真ん中でテクニックの練習ばっかりしてること自体が大きな間違いですから、それみんな本当に気をつけようね。テクニック特に、はい、今から回ります。アンドゥダンのフェって、時々の振り付けの中で出てくるんだ、これ。うん、でもそんな出てこないけどね。でもこれ難しいんですよ。今、あの、見本の彼女もちょっと崩れちゃったでしょ。難しいんですよ、これ。 プロだとこれやれって言ったらね、ちょっと崩れる人いるんですよ。本当の話。で、そして内転筋とハムストリング、チェック。はい。で、そして、軸足にちゃんと体重移動してから、パッセ、アラベスク。もう90度足上げてます。90度以上足が上がってるんだから骨盤はダックですよね。で、そしてその後、つま先。さあ、これもフェッテだよ。後ろ、横、前。これはでもずっと、ずっと、 単純の時からやってたはずなんですよ。わかりますかなので、基礎の積み重ねがあれば、テクニック、何の問題もなくできるようになります。信じてください。バーレッスンありきのテクニックです。わかりましたか以上です。 いかがでしたでしょうかわけわかんなかったんじゃないですか <laughs>。自分でもね、なんか改札しててね、わけわかんないみたいな <laughs>。とにかくあの YouTube でねあの、皆さんにあのきちんと説明して100%納得していただけるとは思っていないので <laughs>。 前にも言いましたよね私のレッスンを1回は受けたことある人のためのものなので「すいません初めて見た人ははてんな」<laughs> っていいのであの「いつか私のレッスンを受けに来てください」ということですまあねいつか受けに来ていただけるような状況になれるといいなと思いますし私も全国各地あちこち指導には行っていたので、うん、またそんな日が戻ってくればいいなと思いつつあの新たな 企画みたいなものもね、うん、やっていきたいと思いますので、うん、どうぞお楽しみにということです。それでは皆さんさようなら。